おはようございます。にゃーちめんそーれしまじけちちゆうきです。ということでね、今回もやっていこうと思うんですが、今回はね、1週間 Vlog ということで、このしまじけ、僕のですね、あの、たわいもない日常を1週間撮るっていうね。マジかやべえ。ということでね、月曜日はお掃除からということでね、まずはね、お掃除バチコリやってきましたねということでね、で、秘宝なことが一つありますということで、なんと体重がめちゃくちゃ増えてますね。ちょっとデブちゃんになってますねというところで、僕ね、身長がね182センチあるんですけど、人生で一番太ったのが81キロなんですよ。81キロ体重で、でも顔もパンパンしてデブちゃんになってたんですけど、で今ね、お正月太りからずっと放置してきて、なんとね、今測ると79キロ、もう黄色信号が点滅してる状態なんですよ。僕の中ではもう赤よりですね。今週の1週間もですね、ちょっと痩せる1週間っていうのか、気を使っていく1週間ね、したいと思います。残念ながらですね、今日の宮古島は曇り空といった感じですね。なんでまあ仕事もね、結構溜まってますので、仕事やりつつ、まあ散歩に行けたらね、合間合間で行きたいと思います。それじゃやっていきます。コーヒーも入れたんでね、飲んでからやりたいと思います。おっしゃったー、 OK ということでね、仕事も一段落つきましたので、ちょっとですね、お買い物ね、スーパーの方に行ってきたいと思います。ただいまということでね、買い物から帰ってきました。ちょっと隙間時間で、ね、動画編集の方をねやっていきたいと思います。 YouTube 作っていきます。え、まさか痩せるとか言いながら食べちゃうよね、見ちゃったら。おお、久しぶりのカップヌードルカレー味、うまそうなんですけど、いただきます。うまってね。それではね、娘のね、学校のお迎え連絡が来たのでね、行ってきたいと思います。 OK。 はい。
とね雨降りそうなんで、ね、洗濯物取り込みたいと思います。乾いてる、うん、乾いてる。オッケー、じゃあ今から夕飯の支度していきたいと思います。今日はね豆腐チャンプルーやろうかなと思ってますね。でもはね、一旦取って野菜を今度炒めていきます。豆乳、豆腐チャンプルー完成。めちゃうまそげ。サラダ油で洗っておきます。今日は早速ラベンダーの香りやってみたいと思います。めっちゃいい匂い。トゥーフチャンプルーもうまそげですね。今日のご飯です。豆腐チャンプルー、米、味噌汁、サラダ。いただきます。いただきます。めーちゃんきつのか、入れたで、おやすみなさい。おはようございます。おはすみ、寒いね。火曜日ですね。今娘を送ってきましたね。今日気温的には18度なんですけど、車の温度計でちょっと風が強いんでね、今窓開けてるんですけど肌寒く感じますね。ただいまということで帰ってきました、ね、早速お米を、ね、炊いておくと。今日は空き缶の日ということなんでね、ちょっとゴミ出ししてきます。ゴミ出すついでにですね、今日めちゃくちゃいい天気なんで朝散歩に来ましたね。昨日は雨が降ってたんですよね。今日も半袖だね。改めましておはようございますということで、ね、今日めっちゃいい天気になってるんですよね。なんでちょっと3月の宮古島一周のロケね、まだ行けてないので今日あたりこんなかなと思ってますね。今から洗濯やろうと思うんですけど、最近ね沖縄県ね本島の方だと思うんですけど、あの水不足でということで、昨日ねラベンダーの桶ね溜めたやつ一応残しておいたんですよ。なんでこの水をねこう洗面器でね、ちょっと面倒ではあるんですけど移動してねこうリサイクルしていきたいと思います。ラベンダーのいい匂いがするんですかね。じゃあ洗濯していきます。レッツゴー。じゃあちょっとね宮古ロケの予定組んでみたいと思います。2日分になるんでね、当初予定してたのとちょっとずらして、ね、変更してまた書き直していきますね。ちょっと予定が組めましたのでね、宮古島一周ロケに行くことにしまして、今回はですね伊良部島編と宮古本島編に分けようかなと思ってて、今日はね伊良部島の方に、ね、行ってきたいと思います。それではロケ行ってきます。
戸口の浜から下漬け、チャンネル登録よろしく。ただいまということでね、帰ってきましたね。ロケ行ってきました。 YouTube 用の撮影ですね。もうめっちゃ暑くなってる。今23度まで上がってますね。 OK、 早いですね今日は。ただいま帰ってきました。すみれちゃんも帰ってきましたね。今日あたりはね、柚子とレモングラスが残ってるんで、レモングラスの方行ってみたいと思います。じゃあそれじゃあね、夕飯の方を作っていきたいと思います。お風呂最高でした。今日はロケやって疲れてるので、ちょっとねポーク卵焼くだけにしたいと思います。これね独特ですよね、この開け方ね。パリッパリだね。いいんじゃない、うまそうだ。OK、 夕飯完成しましたね。今日のメニューはこちらです。こちらですね、ママとすみれちゃんの分がポーク卵定食ね、サラダポーク卵ね。で僕はもりもりのサラダにマグロとコーンバターというのかな、キリンじゃあやっちゃいたいと思います。今日も疲れたんでね。お疲れ様で、うまい。じゃあまずがっつりサラダいっちゃいますか。豆腐飯サーターンダギー以外では、うん、おいしい、うん、いただきます、はい、芋うましら、おはようございます。ということでね、今日は水曜日やっていきたいと思います。今日めっちゃいい天気、青空が広がっております。一応乗ってみますか。まだ水曜日なんで3日目かの朝なんですけど、一応ですね測り始めたのが79キロ 9.1 だったんですけど、990だったかな。ああ、なんで約1キロは落ちてますね。今日はロケ日なんでね、今日はねちょっと朝ごはん食べたいと思うんで、お味噌汁ね作りたいと思います。今日の朝ごはん、レタスと卵のお味噌汁に米納豆。いただきます。いただきます。今日はロケにも行くんでね、しっかり食べてからね臨みたいと思います。あーうまい、あったまる、これだよ。お出かけしてますよというところでね、今ちょうど時刻が10時なんですよ、午前中ので。僕はですね2日目のね今回あのロケに行ってきます。宮古島本当の一周の方ですね、今日行ってきたいと思いますね。前浜ビーチの方に来ておりますね。最高。じゃあこの辺でやらせていただきます。長間浜から下漬け、チャンネル登録よろしく。
ただいまということで帰ってきましたね。ロケね、めっちゃいい天気で良かったです。で、あと何かしょうかない、待ってないところもあるんですが、また後日ね、今日はちょっと疲れたんで行きたいと思いますね。ちょっと早いんですけど、そばね、食いたいと思います。いただきます。そばね、ジャパンそばね、宮古そばじゃなくて。さあどうですか。うまっ。今日は柚子ですね。あー、完全に柚子ですね。柚子の勝利ですね、これは。無印の柚子、めっちゃ匂いもいいし。 OK、 お風呂も入ってきましたね。なんか今日ね、ロケ行ったのもあって、あと昨日眠れなかったのもあって、眠たいんですよね。すでにもう7時なんですけど。すみれちゃんの夜ご飯です。いただきます。最初はもちろんこれから。いただきます。食べやすいようにね、中で混ぜながら溶きます。いただきます。うん、おいしいです。おはようございます。おまた減ってますね、少し。改めましておはようございますということでね、娘を学校に送ってからですね、ちょっと仕事してましたねということでね、あの残りの最後の宮古一周ロケのね、続きね、池間方面に行くんですけど、をやりたいと思いますね。うまそうに出来上がっております。じゃあ今日のご飯ですね、納豆に米、味噌汁、昨日の残りですね、レタスと卵の味噌汁です。それでは、ね、いただきます。牛乳パックか、このプラゴミっていうんですか、こういうのね、リサイクルできるんで、貯めてるんですよね。で、まあ、スーパーでね、あの回収してるので、まあ、ちょっと散歩がてら行ってね、これスーパーに回収してもらいに行ってきます。これ回収してもらいました、スーパーの方に。今日はとうとうですね、このライトテイストドリップね、買ったやつ飲んでみたいと思います。ちょっと香りがやっぱりいつものと違う。あ、でもめっちゃうまそうな匂いする。コーヒーできましたね、うまそうだね。うん、美味しい。確かにちょっとライトな感じがするんですけど、僕にはちょっと苦味が、ね、逆に強いように感じますね。じゃあそろそろですね、ロケの方行ってきたいと思います。そしてこれが噂の池間大橋ですね。今日気持ちいいね、今日散歩日和だね。今からですね、すみれちゃんから連絡来たんで迎えに行きます。今日はホワイトデーということでケーキ屋さん来ました。
エクレアがあるよ、スネちゃん。ただいま帰ってきました。で早速お腹空いてるみたいなんでホワイトデーをあげました。こちらですね、エクレアとチョコレートのショートケーキというのかな、小さいやつ。白くなった、うまっ。今白、うん、下からすいませんということでね、今日はね、マグロとね、これ実家からもらったのと、これ砂肝なんですけど、ちょっと今日早めにね、もう疲れたんで飲もうかなと思って。一番上等で3秒ぐらいでバンと寝る人もいるっていう、横になったら。で、砂肝ね、砂肝はね、この白い部分が硬いんで、ここを削ぎ落としていきますね。なんでちょっと下処理がめんどくさいですね。今日の晩酌セット、サラダ、砂肝、ニンニク、胡椒焼き、マグロ、醤油、いただきます。 OK、 今もうちょっと早いんですけどね、始めたいと思います。ということで、あー、しみる。今日もいい天気だね。よし、はい、私は今日4時間目、うん、オッケー、バイバーイ。ケア改めまして、おはようございます。ということで、昨日ちょっと飲んだんでね、顔パンパンしてますよということでね、ちょっとやっぱり朝ごはん食べてしっかりやっていこうということで、ね、やっていきたいと思います。今日の朝ごはんですね、味噌汁と米、納豆ですね。いただきます。まずは味噌汁かな、小松菜の味噌汁ですね。小松菜しか入れてない。あー、美味しい、うん、じゃあコーヒーも入れましたね。じゃあこれ飲んでからね、しっかりと仕事やっていきたいと思います。あー、うまっ。あー、とてもいい天気なんで、ちょっと座ってだけいるのもね、腰痛に悪いんでね、お散歩行ってきたいと思います。宮古島税務署ね、今確定申告の時期なんでね、忙しそうにしてると思いますね。散歩がてら図書館に来ました。本を返してね、また新しいの借りたいと思います。ただいまということで帰ってきましたね。でね、なんか厚切りジェイソンさんの、お金の本なんですけど、なんか面白そうだなと思って借りてみましたね。お昼なんでね、お昼ご飯の準備したいと思います。いただきます。今日のご飯ね、ポーク、卵に、まあ、朝のね、味噌汁とご飯ですね。じゃあいただきたいと思います。ポークからいただきますか、うん、安定のうまさ。コーヒーもね、入れたので、食後のコーヒー飲みつつね、作業を終わらしていきたいと思います。スミレちゃんと散歩がてらね、2回目の今日図書館に行きます。スミレちゃん、今日お仕事だけど一緒に行く？お仕事に。はい、行くよ。
マジ。ただいまー。ああ、気持ちいいね、散歩。本読んだりしてちょっと昼寝してましたね。で、今からですね、夕方の、ね、仕事がありますので、ちょっとね、現場の方に行ってきたいと思います。すみれちゃんは運動、準備運動かましております。あ、すみれちゃん、すみこちゃんだ。そして石の守くんがいます。守くんではないんですけどね、守くんっぽいやつが。おー、ということは後ろに守くんみたいに名前があるんでしょうか。回ってみたいと思います。あるある。でも石の下でした。高棒ですね。サクッと作業終わりましたね。ということでね、帰りちょっと三軒寄って買い物してね、帰りたいと思います。ねえ、すみれちゃん、三軒来て。夕飯何食べたい？え？僕？うん。パスタ。していこう。ただいまということで帰ってきまして、なんだかのちょっとしかね作業してないんですけど、まあ疲れましたね。高所作業だったので。ということでお風呂入ってサイド弁当買ってきたので食べたいと思います。頑張ってます、すみれちゃん。自分でできるそうです。おお、すごい。あー、お風呂もしてすっきりしましたね。あー、ストレッチしようかな。ちょっと腰痛の方がね、だいぶでもストレッチやって良くなってはきてるんだけど。じゃあ今日はアニメを見ながら食べます。やっていきますか、はい、今日はね、疲れた。じゃあお疲れ様です。すみれちゃん、お疲れ様。あー、今日鼻菌なんでね、皆様もお疲れ様は。ちょっとで食べていきましょう。ですね、みんなが買ったグラタンいただきます。うん、うん、今日はね、惣菜ばっかり3人で、まあ、全部惣菜やん、うん、半額やってました、ラッキー。うまいですね。ジャイアンツキボー、久々に買いました。じゃあ行ってきます。春桜を見て楽しむことは何？花見。これと一緒やんけ。答えはお花見でした。やばかった。でも大丈夫、これじゃん。これをつけて、これもつける。いきます。久々のこの味、うめー。おはようございます。ということでね、土曜日の朝でございます。朝散歩に今来ておりますね。ということでね、今回のね1週間 Vlog はね、まあ、平日5日間ということでね、まあ、昨日の夜、今日の朝、今までねやってきました。いかがでしたでしょうか。まあ、こんな感じでね、ほのぼののんびりとね、宮古島で暮らしてますよといったところでね、こんな動画が気に入った方がいたらね、まあ、チャンネル登録、いいね、コメントなどもね寄せてもらえると嬉しいです。励みになっております、いつも。ではまたいい1週間後、皆様にということでね、お相手は下地家父ゆうきでした。ではバイバイ。